ライトです。今回ねヘッドライトロービームね、多分ね暗くて車検が通らないと思うのでね、ちょっとね磨いていきます。とりあえず1500番2000番で、ね、一回ねさっとねペーパーでね落とします。それでこれですね、こっちはいけそうな感じなんですけどね、こっちが一回ねちょっとペーパーで磨く前にこっちでさっきちょっと磨いてね、そこからちょっと判断します。いけそうですね。なのでねこのね白いとこだけねちょっとね軽くペーパーでね磨きます。ちょっとねここだけねちょっとペーパーでね磨いていきます。まあこんな感じですね。ここからねメタルコンパウンドいきます。でちょっとね湿らして、ペーパーのね傷ね落ちました。でこっちはねちょっとコンパウンドで磨いたとこからいきます。まあこのままね車検いけるぐらいね綺麗くなったんですがね、ちょっとねやっぱり細かい傷がねついてるのでヘッドライトリペアねやっていきます。まずね、こすらずね、塗るだけです。で、15秒ぐらいね、置いてからね、磨きます。結構ね、しっかり磨いた方がね、まあ、仕上がりね、きれくなります。じゃあ、行きます。
これでね、メッキ部分がね、見えるぐらい綺麗になりました。で、ツルツルです。このね、ペーパーでついた傷とかね、コンパウンドでね、白くなった部分、ツヤがなくなった部分にね、コーティングされてね、透明度が出ます。ちょっとね、明るさが違う。反射部分がね、ちょっと違います。反対もやっていきます。ちょっとね、左の方が綺麗ですね。まあ右もいけるか。よいしょ。まあこんな感じでね、これぐらいのね、透明度があればね、車検ね、OK だと思います。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。